続いてはタッチ幅跳びです。はい、ということで、はい、ここに今メジャーを引きましてですね、線があります。お、ここからですね、ピュンと飛んでもらって幅を測ります。なるほど、じゃあまた私からやります。よっしゃよっしゃ、いったれ。はい、このじゃあ線のこっち側に足にするね。私はじゃあ見てるね。私は押さえとくね。オッケー、お願いします。はい、いきます。はい、では立ち幅跳び、飛ぶ飛ぶ。あ、怖い、すごい行った。あ、でも後ろの足だから。あ、でも前の足が合わせたよ。前の足だっけ。うん、前の足。え、前の足。いや、かかとですよね、多分。あ、かかと、かかと、かかと。52センチ。52センチ。イエーイ。152センチ。あ、152センチ。1m するから。52センチ、ここだ。やばい。うん、52センチ。152センチ。イエーイ。すばら、よし、すごくない？1m50cm。 そう考えるとすごい、これだけ飛んだの。うわー、すごい。では、ゆき、立ち幅跳び、はい、お願いします。お願いします。せい、いやー、おぉここだから。いけたのか。このここ、126センチ。ちょっぴり、誰よりもいい音を出したと思ってるんですけど、飛び方はすごく良かったのに。126でしたか。なるほど、大地を踏みしめたね。大地を踏みしめた。なるほどな、もうちょっと行っちゃった。でもさ、今ここに立って思ったけど、150遠くない？確かに、確かに。ここだよ、相当いったんだね、なっちゃん。そうなんだ、素晴ら、素晴ら。じゃあ、でもね、ほら、マリンカさん、今までの測定はね、全部トップをね、いやいやいや、行ってもらいますから。ちょっと待って、じゃあ、あっちの方が、あ、こっち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 。よし、はい、行くよ。準備いいですか。はい、はい、マリンカさん、タッチ幅跳び、お願いします。ほん、ちょっと待って、ちょっと待って、マリンカさん、マリンカさん、見ました？転んじゃったのかな？測定できました。マリンカさん、かかとつけてもらっていいですか？そうです、マリンカさん、かかといいです。かかとを一回つけてもらっていいですか？あ、ちょっと、そっちじゃないですね。マリンカさん、あ、もっとこうやって、こっちから、こっちで、はい、スーッ、スッ、56センチ。156じゃないもんね。うん、これはね、本当に56センチ。そうだよね。マリンカ、もう帰る？人間ってこんなもんなんですか？おい、急にどうしたの？これマリンカ、背中に何が あったんじゃないか。確かに、絶対重しよ、みんな。あ、そうか、そうか、大丈夫。あのね、大丈夫な、背中はすごい、もう全然痛くないんですよ、本当。温まってきた、もちろん。よかった、よかった。うん、人間は、飛ぶことはできない。人は飛べない。人は飛べない。そうだね。そう、なっちゃんは飛べる。つまり人じゃないのか。そういうことじゃなかった。え、悔しいな。でももう一回やってみていい？もちろん。ちょっとさ、どうしたらいいんだ？マリンカ今すごいさ、縦に高かった気がするから。そっか、ジャンプ、前にジャンプね。そう、怖いの、怖いの。でも無理はしないで。横とか無理はしないで。そう、無理はしないで。分かった、頑張ってみる。人間の範囲でいいよ。人間よ。ちょっと根に持ってる。ごめんね、ごめんね、違うよ、そういう意味じゃないよ。いや、仲良くね。じゃあ、いける、マリンカ。いくよ。よっしゃ。怖い、あ、怖い。いくよ。マリンカ、お願いします。はい。ほん、あれ、さっきより行ったよ。さっきより行ってる、行った、行った。86センチ。おー、これが人間の進化です。30センチの進化を見ました。いやー、人間ってやればできるもんですね。できるもんだ。ちょっと飛べたね。ちょっと飛べた。ということで、うん、結構結果にばらつきが出たね。出ましたね。あー、確かに、確かに。今回の1位はなっちゃんということで。すごい、やった、私は人間を超えたぞ。やったね。